映像を見て瞬間的にこの人のバッティングとかピッチングが分かるっていう一番得意なやつなんですよ。僕はあの春も夏もですね、ぜひ最低1件1個は出してほしい。江川卓の高され。今日のテーマは、はい、春の選抜高校野球注目チーム、はい、注目選手について、はい、まずは、今週選抜の目玉選手として同じ1年生なんですけども、はい、打者と投手それぞれ、はい、今から映像を見て、はい、拝見します。言っておきますけど、これはあれなんですけど、最も得意分野ですから、私のまた自慢してるよってみんな映ってるでしょうけど、これ一番得意なやつなんですよ。この映像を見て瞬間的にこの人のバッティングとかピッチングが分かるっていう、これ特技なんですね。まずは花巻東高校の佐々木麟太郎選手、はい、あのどこ見てこう見てるかっていうと、もちろんスイングを見てるんですけど、右足ですね。左バッターなんで右足を踏み出した時の足が開くかとか、膝もそうなんですけど、そういう開きが出るかとか、変化球を打った時にどういうスイングをしてるとか、インコースアウトコースを打った時ってのは全部もしあればすごく分かりやすいんですよね。まあいいとこと悪いとこ言いますけども、あの見てて感じるのは、センターからもちろんカメラが映しているので、そういうことは起こり得るんですけど、まあ背番号1ですから3番なんですけど、その3番がこっちからの画面で少し見えるんですね。で、3番が見えるっていうことは、ピッチャーに出して少しかぶったこうスイングでスイングに入るっていうことですね。まあ、極端に言うと、こう立ってるのを少しこういう入り方をしてるので、時として癖として、入る人は回って出てくるっていう癖をちょっと持ってるので、多分そこはすごく研究して、回って出てこないように少しこう絞ってこう出てくるように多分練習をしてるんではないかっていうふうに思います。まあ1年生なのに体ももう3年生ぐらいの体をしてますし、非常にいい体をしているし、スイングを見ると体の大きさの割に柔らかいので、非常にこれから先選抜も含めてですけど、まあ、いいバッターになっていくだろうなというふうに思います。ただあの、まあ、大谷選手とかバリー・ボンズが好きみたいですけど、そういう選手に憧れてやっていってるんでしょうけど、1年生にしては体がすごく出来上がっているとか大きいんですね。これがあの将来において少しこうなんて言うんでしょうね、今は若いので、若いのはどういうことが起こっていいことが起こるかっていうと、若いんで筋肉が非常にこう瞬間的に爆発できるっていうのかな、まあ1年生ですからすごく筋肉がやわらかくて強いので、このすごく体の体験がすごく大きい、はっきり言うと太めですよね、じゃあ太めなんですけど、それがこう回転しようがそのバネによって持っていってしまうことができるんですけど、これが段階がどん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 こう、まあ今1年生なんでいいんですけど、2年生3年生あるいは大学なのか社会人なのかプロなのかって進んでいくと、このある程度肉付きがいいところが少しマイナスになっていくかもしれないですね。でそれは少しこうある程度細くっていうか、こう締めていく作業が多分必要になってくるかもしれないっていうことですね。なんでかというと、筋力の反発だけでは補えないその年齢が出てきますので、その時にスイングの中で筋力だけじゃなくてこなしていかなきゃいけない状況が起きてくる可能性がちょっとあるかなというふうには思いますね、この打球を見ると。ただあの引っ張ったり、まあ、流したりっていうんですけど、まあ、ライトにもレフト方面にも打ってますん で見る限りは非常にいいスイングを両方できるなと、非常に可能性を感じる選手ですね。あと問題はそのポジションが一塁なので、一塁っていうのは、今の野球でいうとある程度バッティング中心に、守りというのを少し比重としては軽くなっているポジションなので、一塁がみんなそういうことではだという話ではないんですけど、これが例えばサードとかショートを守っているとまたそのいろんな変化をつけやすいんですけど、一塁になってくるとやっぱり外国人選手が来たり、バッティングの一番いい人が一塁に動いたりってことがものすごくあるので、一塁をやってるからこそ競争力っていうんですかね、競争しなければならない人数がもっともっと増えてきます。そこのところがまた次のその彼の中での大変さが少し加わるかなということも感じますかね。ちょっと守備が見えてないので、その守備も前かどうかはちょっと分かんないんですけど、前に何回か対談させていただいた松坂さんなんかはカブレラ選んでるわけですよね。でカブレラはどこで選んだかっていうと、バッティングもすごいですけどやっぱり守備がうまいんですよっていう選び方をされてますでしょ。今この佐々木君は1年生でバッティングホームラン何本っていう捉え方で皆さん報道されてるんですけど、やっぱり我々が次見たいのは守備なんですよね。守備がどれぐらいこなせるかっていうことで、どれぐらい伸びていくかっていう、歴代の名前が残っていた人たち、バッティングで残っていた人たちは、まあ王さんなんかも含めてですけど、守備はものすごくうまいです、みんな。
そこのところは皆さん割と1年生でホームラン20何本とか50本だか50本ですかね、打ってるぞすごいぞっていう報道の仕方をされてるんですけど、一番大事なところは守備じゃないのと。もしテレビ局、テレビ局やめてるからなあのテレビ局の人とやってたとしたら絶対守備を移してねって、僕ならちょっと提案をさせていただくようになると思いますね。みんなバッティングに行くわけですけど、守備を見ながら、あ、この守備だったらもうちょっとこうどの段階まで行けるかなとか行けないかなっていうことを分かるというか、そういうふうに、判断をしています。あとはちょっと高めのボールが好きなので、高校生のボール、私以外ですよ、私以外の高校生のボールは高めのボールはだいたい彼のスイングの中で打てるので、ここのボールは多分いずれ将来そこの高さも好きですけど、捨てていかなきゃいけない選択が出てくると思います。だんだんいいボールになってくる、高めだとミスが起こってきますので、ホームランになりやすいけどミスも起こりやすいっていうのはこの高めのボールなので、そこの選択も多分彼の中で必要になっていくかなと。だからスイングと同時に彼の選択する目も必要になってくるなということですね。パッと見ます、はい、この選手にちょっと似てるなとか。そうですね、清宮君、感じは清宮君みたいな感じですよね。いずれ木のバットになるわけですけど、金属バットの特徴っていうのは投げてきたボールに対して若干バットが外回りしてもぶつけていけばホームランになるんですね。みんなバットが金属なの でそれが木のバットの場合はある程度スイング軌道を小さくして、これは加計さんがゲストに来た時に話してましたけど、強く振るんじゃなくて早く振るっていう彼のすごいいい表現、いただいたんですけど、それがこれから必要になっていくと思いますの で今のこの映像の中では左ピッチャーのインコースに入ってくるボールはちょっと苦しがって、やっぱりその大きな体をしてますんで、インコースに入ってくるボールはやっぱりちょっとやっぱ当然みんなきついんですけど、よりきつくなるかなっていう感じは思いますね。だからそこを彼がどういうふうに変化していくかっていうのも楽しみで、まずは甲子園出ますから、花巻でやってる対戦したい人よりもちょっと自分の思ってる以上のピッチャーが出てくるでしょうから、そういうピッチャーをどれだけ打っていくかっていい経験をまずするっていうのがこの1年の甲子園なんじゃないでしょうかね。私は1年生の時出れなかったので、1年とか2年生の時にね出れなかったので、この最初の甲子園はそういうレベルの人たちを自分の中でどのぐらいこなせるかっていうことを経験していったらいいかなというふうに思いますけどね。続きまして前田君、はい、1年生なんですよね。地区大会は3試合17回で自責点ゼロ、見た感じはなんて言うんでしょうね、ピッチャーっていうのは肩で投げる人と肘で投げる人っているんですけど、どちらかというと肘を使って投げるタイプですね。どっちに分けるかっていうと肘を使いながら投げる、それから投げ方としては少しオーバースローよりもスリークォーターにちょっと近いので、スリークォーターっていうのはオーバースローを上から投げるわけです。スリークォーターは少し下になりますね。こっから投げるのでシンカーっていうか逃げていくボールが多分すごく得意だと思いますね。だから一番三振を取れてるっていうか打ちづらいのは右バッターが外に逃げていく、プロでもよく言うシンカーですね。これと今カーブ投げましたけども、カーブも肘の使い方が肘で投げるピッチャーなんで、肩で投げるピッチャーじゃないので、こっからカーブを投げるのは非常に上手ですね。それから抜くのも上手ですね。こういうふうにそういうピッチャーですね。ただ1年生で1年生のちょうど体をちゃんとしているので、下半身も非常にいいし走ってるでしょうけど、やっぱりまだまだそのなんて言うんでしょうね、1年生らしいというか、なんつったらいいんでしょうね、こう完成されてない部分が一つ大きいかなと。でこれから選抜に出て、今度は逆ですね、いいバッターと対戦した時に自分のこのボールがどんだけ通用するかっていうことですね。ストレートは多分これ見ると142、3ですかね、5キロ出るかなっていうところだと思います現在は。でコントロールもこうやって見るといいので、選抜に出て勝とうとすると少しカーブとかシンカーを少し多くしていくでしょうね、勝ち上がっていくには。持ち球は今シンカーはなくてスライダーだけですか。チェンジアップ、そしてカットボール。だからチェンジアップがちょっと僕にはシンカーに見えるのかもしれないですね。1年生なんでこれからどのぐらいそのスピードが出てくるかなんですけど、今のこのスピード感だと高校生では速いです。ただそのどんどんこう2年生3年生、2年生になるわけですけど、3年生になって上のレベル行った時にあと5キロ以上ですね、スピード感が出てこないと、こんなことまだ選抜の前に言うことがいいかどうか分かりませんけど、スピード感が出てきてくれたらいいなと。
思います。でそれどうやって出てくるのって言ったら、今さっき肘で投げてるって言いましたけど、肘から先だけでこの140何キロが出てるんですけど、あと肩を使えるようになって、肩から肘のこうしなりっていうのが出てくると、もう少し5キロぐらい速くなるので、そういう使い方がこれからできるかどうかっていうのが一つポイントとしては大きい。コントロールでもいいんで、まあチームもあの党員っていう全体がレベルが高いチームの中でやっていれるので、割とこう自分なりの投球打つのは多分できるんじゃないかなというふうに思いますね。あとは今肘だけで投げボールが投げられちゃってるので、今そういう肩の状態が良くなって、肩のから肘に投げるっていう投げ方ができる前に肘を壊さなきゃいいなっていう思いはちょっとありますね。多分肘に負担がかかっている投げ方なんでという感じです。ちょっと説明難しいんですけど、まあ、左ピッチャーのこうボールが上がってここだけで投げられてしまうっていうことですね。で肩で投げるっていうのはこう投げてこう肩が出てきて肘がこう出てくるって感じ、ちょっと違うんですよね。こうピュッと投げられるのとこう投げていくってちょっと違うので、この肩の使い方ができるようになるかどうかっていうのが次のステップに行けるかどうかっていう判断でいいと思いますね。教えに行かないですけど、行かないんですけど、今は高校生レベルで話をしているっていうことなんですよ。だから高校生が分かる範囲で話をするってことですね。でこれが中学生になったらもう少し優しい言葉で体の開きとかいうことを説明していかないと、ボールのその話し方とかっていうのをやらなきゃいけないし、もうちょっとプロのレベルに例えばキャンプ行った時はプロとしても分かっていることがあるので、それプラスプロの話をしていきます。で今日は高校生なので、皆さんの説明は高校生に説明している感じと思って見ている方が、高校生がもしご覧になってたらそういうふうに思っていただいたり、へーって肩とか肘で投げるって投げ方あるんだみたいな、初めて聞いたみたいな、初めて言ったから初めて聞いたっていうことになると思いますけど、はい、この中で、まあ、あのどこか思い入れのあるとっていうようなチームもしありましたら、新聞とかテレビとかの情報でいくと、今大阪桐蔭と花巻東以外だと京都国際とか、京都国際じゃなかったっけ、京都広陵が去年の明治神宮大会勝ってるんですね、広陵ですよね。あとは九州国際大付属とか、この辺が名前が上がってるんですよね。あとは静岡から珍しく出てきてるのが日大三島ですか、ここは初めてなのかな、2回目なのかな、はい、いう感じですね。ですよね。この38年ぶりですから、まあ、多分いいピッチャーももしかしたらいるのかもしれないですね。話題になったのがあれですよね。準優勝して選ばれなかった高校があるんですね。はい。ここが話題になりましたもんね。選ばれなかった高校はもう本当に残念だと思うんですけど、名前が選抜ってついてる、なぜついてるかっていうと、選ぶ方がいるっていうことなんだと思います。でこの間あの沢村賞の話をちょっとした時に人格という話があったんですけど、高校生はそういうことではなくて、選抜なので選んでる方がいろいろこう地区大会のずっと見られて、ここがいいではないかというところを、どこの地区を多くした方がいいとか、ここを削る、まあ削るって言った方が変ですね、今回は残念だけどっていう話になって選んでいくっていうのは選抜だと思います。だから、出れない県が出てしまう。今年は32校ですから、推薦校が3校あるんで29ってことになりますよね。ですが私の考え方は、高校野球は皆さん故郷を持ってて、故郷っていうか田舎、もう田舎大好きなんですけど、そういう、お盆とかお正月だったら田舎に帰るっていうことも含めて、なんか自分が出てきて生まれたり育ったりしたところを、なんか高校野球って応援するわけですよね。その観点からすると、僕はあの春も夏もですね、ぜひ最低一件一個は出してほしいと思ってます。ずーっと思ってます。自分が出たところを皆さん応援していただくと、勝って負けて応援していただくと。広島商業20年ぶりの出場、はいはい、これは私が負けたところからだから言いたいんでしょうねというわけで、あと柳田選手とか達川選手達川監督、はい、いやそうですね、広島商業ですね、あの非常に僕の時のチームはあの細かい野球をすごくされて、こういう細かい野球ってあるんだっていう勉強したチームでしたね、広島商業はね。後にあの大学法政に進むんですけど、広島商業から結構入ってましたから、金光とか靴田とか楠原かなんかもいましたので、監督も良かったんですよね、迫田さんっていう監督さんがまたね、
いい作戦をいろいろやってましたので、そういう意味ではかき回されたっていう印象がすごく初めてありましたかね。まあ寝違えてましたけどね、その下と思いますけど、寝違えてなければっていうのはありますけど、いっぺんあれですね、達川さんもおいでになったらいいかなと思いますね。来てくれると思いますけどね。あのねのねですけどね。高校時代のそのだから話は彼の方がこう詳しいっていうか、高校野球の絵が作る語るには達川さんに喋ってもらったのが一番分かりやすいかもしれないですね。掛布さんはライバルで一緒に戦ったことはないので、戦ったことで知ってるのは達川さんが一番知ってるんですよね。で一緒にあの韓国に遠征があったんですけど、その一緒に行ってバッテリー組んでますので、それでプロで解説をしたことがある、あるっていうか、人が解説するときに部屋に入ってくるんですよね、あの人。試合前に。あのね、あのねって来るんですよ。来るんですよ。で、話をいろいろしまして、その時に初めて解説席に試合前来た時に、達川って、あの時寝違えてたって言ったらびっくり。そんなことあったんかって言ってましたから、あったんかは言わないか。言ってましたからね。5本撮りは危険なので、話が長いんで、3本ぐらいでいいと思います。すごい話長いんですよ、達川は話短くしてくれよって言ったことがあります。でもすごくいい人なんで、推薦しておきます。はい。ぜひご連絡していただければ。選手をこう、いつも移動させて、安全に移動させたりしていただいている運転手さんも含めて、バスの運転手さん、いつもご苦労様でございます。少しこう大変な神経を使う仕事ですけど、ちょっとこう、もう休みの時間には、この高さでチャンネルぜひご覧いただいて、リラックスしていただければと思います。チャンネル必ず登録よろしくお願いします。クラクション押す前にはチャンネルお願いします。